皆さんこんにちは。こんにちは。アップバンクさんの仕入れ担当のバイヤーでございます。アップバンクのブリダイコンです。チャス。今日はですね。何でしょう。簡単な実験をしようと思ってきました。実験？はい。これライトニングケーブルですね。はい。こちらが iPhone や iPad に挿す、ライトニング端子。うん、こっち側が PC やモバイルバッテリー、はい、充電器に挿す USB 端子。はい。これ今アップバンクでですね、週刊スキーさんとコラボして作ったものなんです。はい。本当にタフなもの。うん。ここのねケーブルの部分が非常に丈夫になっていて、はい、ここが、なんていうか段差にしづらい仕様になっていると、はい、でここがリバーシブル仕様っていうですね、本当にもう究極のライトニングをですね名乗るにふさわしい仕様なんです。でほらタフって言ってほら引っ張ったりとかよくやるじゃないですか、はいはいはい、きっと1本とか引っ張ってもちろんちぎれないですよ、うん、だからでもほらこれすごい全然大丈夫だよ。全然すごい。この実験をするとやっぱり皆さん、うん、いつもね本当に気になるのはここだと、この部分が断線しないのかと、曲げ伸ばしとかの持ち出しで断線しないのか気になるとご意見をよく聞きます、うん、そこで今回私実験してみようと思います、はい、1000回折り曲げる。ええちょっと待ってもう嫌だちょっと用事が今すげえ用事。 そこでブリダイコさん数えてください。このためにえ本当にやるの、うん、じゃあ、この状態から、うんこれすごい曲がってるでしょ。めっちゃ曲がってる。怖いよ。一番怖いやつですよ、ね、それ危ないやつだよね。でこっち側に戻る、うん、これで1回オッケー。それちょっとじゃあゆっくり数えてもらっていい、はい、よこれで1 2、うん、あなるほど3 4いきましょう、はい、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100スタート。よし100回かはい答え。いやだやんないよやんないよ12、3、4、5 200! 結構来てるわやめでよかった。すげえ辛そうだもんすげえ辛そうだもん見れて。だからケーブルだと思うでしょなんか変な疲れ方するんだよ。変な疲れ方する。日常生活であんま使わない筋肉を酷使してる感じですよね。まだまだ行くよ200、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9しんどい。まだ300？まだ300。まだ300。300言ってください。どんどん行くよ。400。はい。どんどん行くぞ。ちょっと。何？しんどい。500。知ってもらえないかな。本当に？さあ行きましょう。せーの、1、2、3、4。600回です。意外としんどいでしょ。意外としんどいわ。思ったよりしんどい。さあどんどん行こう。いや行かないですよあなたの仕事なんで。ほんと700。おーい、はい、せーの1、2、3、4、8、9、10、1、2、3、4。なんで遅いんだよ。そんな、なんで遅いの。1、2、手がね、顔赤くなりすぎだよいけるよ、母さんいけるよ、いけるよ、ファイトー。せーの、1、2、あ、100! あと100、あと100。これ2年間保証なんですよ、このケーブル。へーすごいでしょ。だけど、これやったら保証の限りじゃないですからね。あ、なるほどね、自分でやったらね。そうそう、1000回曲げて、断線したらって交換してって言ったら、お母さん無理なんで。無理なんで、どうぞ。はい、参ります。よし。というわけでね、まあもちろんあれですよ、厳密な意味での科学的実験なんかではないですけど、はい、デモンストレーションの一つとして、はい、このアップバンクストアとシューアスコラボで作った、はい、タフ USB ケーブル、うん、端子の部分をピンポイントで狙って、うん、1000回折り曲げてみました、はい、さあこの状態で充電はできるのか、うん、なるほど。そしてデータの同期ができるのか、うん、今からテストしてみましょう。参ります。接続きたー、やった、通電確認すげーしました。すごいですね。ちゃんと繋がりましたね。繋がってる。本当にちゃんと充電できてますね、うん、データの同期ができるか見たいんですが、はい、お願いしていいですか。はい、おお、はい、繋がった。繋がりました。繋がりましたね。もうこれどう見ても食いしん坊さんのカメラロールですけども、はい、接続完了しましたね。というわけで皆さん、はい、このケーブル、うん、前回ぐねぐねやりましたが大丈夫だった。やりました。データも同期もできたし、すごいですね、充電もできましたね、うん、タフの名に恥じぬ仕様でございます。はい、なんだろうな、
どういう時におすすめかっていうと、例えば旅行とか出張に行く時、あの売ってる場所は多分あるんだろうけど、はいはいはい、サクッと買い替えられるかどうか不安とか、うん、特に海外とかですよね。確かに。とかね、そのより壊れたらこのタイミングで壊れないでほしいっていう時にはね、うん、ぜひ。あとはまああんまいい話じゃないけど、ちょっと僕私扱いが荒っぽいっていう人もね、うん、あの壊れづらいってみたいな、ね、いいと思うのでね、うん、あのついつい引っ張っちゃう人とかいいじゃないですか。良くないですよ、良くないですけど、まあでもねっていうような人とかね、これだったらより安心かなと思います、はいはい、ぜひこちらの製品ですね、アップアクサでチェックしてください。バイバイ。